戻ってくるのか。来るなら来てみろ。今度は捕まえて村人の前に突き出してやれ。夏野。この声、俺だ。親しい誰かが俺を呼ぶ時の声の調子、そんな風に呼ぶ人間は、誰だよ。俺だよ。開けてはいけない。こうして立てこもって身を守る方がいいに決まっている。いいに決まってる。おい。トールちゃん。トールちゃん。やっぱりあなたが命じられていたのね、ゆうきくんの襲撃。いかにもド S の辰巳さんの考えそうなこと。やらないと代わりに青やったもそう襲って。それで親友を殺しちゃうわけ？天秤にかけた結果家族が勝ったってこと？違う。違うって何が？言ってみなさいよ。夏野は俺たちの存在に気づき、反撃しようとして辰巳に目をつけられたんだ。俺が拒んでも他の誰かに命じるだろう。ならいっそのこと俺が。じゃあどうしてこんなところでくつろいでるのよ。おじけづいたんでしょ。いいわ、私がやってあげる。私なら迷わない。清水、よせ。ってなことをしたら辰巳に何をされるか、あいつの怖さは知っているだろう。知っててやるのよ。あなたはそこで見てるといいわ。トールちゃん、トールちゃん。考えたくなかった。いや、本当はずっとこれを思い出すまいとしていた。トールちゃんを奪っていったのが連中なら、トールちゃんが蘇っても何の不思議もない。それは清水でも他の誰でもよかった。でもトールちゃんだけはあってはならなかったんだ。夏の、この村の思い出には全部トールちゃんがいた。ここの湧き水は薬師さんつって、冷たくてすっげえうめえの。しかも飲んだら頭が良くなるらしいぜ。はあ。お前難しい大学を受験するんだから飲んどけよ。ほら。やめろよ。トールちゃんはそう、いいやつだった。誰からも好かれる。あのマサオでさえトールちゃんを慕っていた。そんなトールちゃんがなぜか俺と一緒にいることを好んだ。俺は人に好かれるような性格じゃないことを知っている。にもかかわらず、なんであんな氷みたいな手になってんだ。ゆうきくん死んじゃうかも。でも起き上がる確率も低くないわ。死んじゃったとしても私が手を下したんなら。いや、
あなたが結城夏野くんですよね。お前は？こうしてきちんと挨拶するのは初めてでしたね。僕は辰巳と申します。あの桐敷家の使用人です。で、何の用？あなたは大層聡明な方のようですね。僕たちの存在に気づいた最初の人だ。さらに勇敢でもある。気づいたなら一人で村から逃げればいいのに、そうはしなかった。それはあなたがとても優しいからです。狩人はダメなのです。許されない。で、俺を殺したいと。でも殺される義理はないんでね。全速力で逃げるけど。いや、それも楽しそうだけど、僕はもうちょっと面白いことを提案したいかな。めぐみくん、出てきたまえ。清水。辰巳さん、私。わかってる。特例だよ。こうなることは予測していたからね。さあ、二人がかりだ。思う存分やりたいようにやるがいいよ。結城くん、分かって。あなただって全然知らない人よりいいでしょ。ね、結城くん。こいつはこの水の守り神って言われてるんだ。俺が小さかった頃から一匹だけいる。不思議なことに数が増えもせず減りもせず一匹だけだ。どうだ、なんかよくね。